あなたはここに昔から縁があるものです。トミさんは息子さんのためにお酌しゃべりたんですよね。どうしてそれを。それはわかりますよ、あんな大きな音がしてきてましたからね。トミさん、今日のその気持ち曲げたらダメですよ。息子さんのために何が大切か考えて。早く開けよ。ほら、なんて怖い。分かった、分かったからね、これっきりにするからちょっとだけ貸してよ、1万円ね。あ、バイト代入ったら生活費も入れるし、借りてたお金もちゃんと返すからね。これっきりって何回聞いたか知れない。貸しません。ああもうなんでだよ。5万とか10万とか100万とかそういう話してねえんだよな。たった1万円だよ。幸せにするために一歩踏み出せってことでしょ。任してよ、俺まこちゃんのことだったら何だってよく分かってるんだからね。じゃあこれ増やしていくからね、行ってきますね。行ってきます、待っててね。カホを上げてもらって。
えで、飲んで、何が悪いの？ねえ、そうでしょ、うん、あの、俺に酒教えたの、あのババアなんだよ。証券ってご存知？そこにいたんですけど、はい、破綻しました。あ、その後ババアの店手伝って初めて酒飲んだ。ババア、母さん、母さんからいつも酒の匂いがしてたの。酒が母さんをな。俺だから飲まなかったのに。飲んだら張り詰めた気持ちが緩んで、あれからだよ。ババアがあんなこと言わなかったら俺こんなんじゃなかったんだよ。全部あいつのせいだよ。知ったさん、
ろいろ聞こえてきたけど、なんと面白い。新太は重かった。いい年して。トミさんはいなかったわね。みんないろいろあるんだね。おばあちゃんの口癖、思い出すわ。揉め事も、楽しいことも、苦しいことも、生きているから感じられるものよ。生きてさえいれば、何とかなる。大切なのは、かっこ悪くてもよくても、生きること。はい、心します。それをみんなに、読者に伝えないとね。それが私の使命。お仕事、お仕事。お姉ちゃん、ゆうべはごめんね。なんかご機嫌だね。ってことは、原稿上がったんかな。そうだといいんだけど、ちょっと行き詰まってる。でも大丈夫。こうして掃除してたら、いろいろ思いつくかな。お姉ちゃんってほんといつもポジティブね。私も見習います。見習った上でちょっと相談なんだけど、今いいかな。うん、いいよ。お姉ちゃんの頑張りでマンションも2棟建てられて、その収入で今こうして暮らせてる。本当に感謝感謝。その始まりはお父さんお母さんが亡くなって、私たちを引き取ってくれたおばあちゃんがこの古い洋館をアパートにしたこと。今も私たちが住んでる。すごみ、一体何なのよ。もしかして恋？それとも結婚？あんたの結婚式があるから心配じゃないからね。お姉ちゃん、待って待って。残念だけど違うの。違う。私の恋じゃなくて、このアパートのこと。この間、漏電騒ぎがあったよね。あの後、古い配線見てもらったら、全部新しくしないとまた起こすって言うし、火事でも出したらって思うと。じゃあ取り壊して新しくしようか。どうしてそんな話になるの。私はそんな話をしてるんじゃないの。ここはおばあちゃんの大切な家だよ。でもね、ここを残すって大変だよ。空き部屋ばっかりだしね。つぼみが一番わかってるよね。毎年修繕ばっかりで大変だってこと。わかってるよ。わかってるけど、ここはお母ちゃんの育ったところだし、おばあちゃんの思い出がたくさん。それは私も同じ。つぼみ、私も今は小説家としてなんとか暮らしていけてるけど、それもいつまで続くかわからないわ。私がマンションを2棟建てたのはね、これから2人が何とか暮らしていける基盤をと思ったからなの。父さん母さんは頑張ってたのに、なぜ借金のために死ななきゃならなかったのかって今でも思う。私は絶対に借金はしたくないの。だからここは壊して新しくする。それは前から決めてたことだし、もう準備始めてるの。そうなの。このアパートだんだん古くなって、次々と部屋が空いてきて、今では身内って言ってもいい坂田さんとはじめちゃんのところだけになって、私もどうしたらって思ってたんだけど、お姉ちゃんやっぱりすごいね。何言ってんの、偉そうなこと言って。我が家にはつぼみっていう凄腕マネージャーがいるから、こんな決断もできるの。頼んだよ。
それから新しいマンションには坂田さんとはじめちゃんのところにも入ってもらうからね。トミさんはおばあちゃんの一番の飲み友達だったんだし、はじめちゃんのお母さんはおばあちゃんちのお手伝いさんだったんだし、今じゃ家族とどんな。うん、わかった、ありがとう。うん、こっちこそありがとう。いつ言おうって思ってたから話せてよかった。さあ頑張って原稿を書かなきゃね。新田さん。あ、かな。おはよう。トミちゃんもおはようございます。昨日は大変だったんですからね。いや、すみません、あの、飲みすぎて昨夜のことを全然覚えてないんです。迷惑かけですね。すいません、朝起きたら母がいなくて。おばさん帰ってないの？はい。しんちゃん！たまみ。たまみじゃないわよ。しんちゃん何やってんのよ。酒に逃げてお母さんに何言ってんのよ。いや、すまん、ごめん。なんでなのよ。しんちゃんはすまなきゃ気の小さい中年男よ。平凡だけど好きで一緒になった。お母さんが倒れて、お母さんの代わりに私が店を手伝うようになってからよ。お酒飲んでお母さんに何も知らなかった。いや、俺が疲れて帰ってくると、こう体調戻った母さんがさ、こう部屋に来てさ、で、たまみの代わりだってさ、ね、トン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 ってこう、料理も作って、お酒も出してくれたんだよね。久しぶりに、うまかった。それだけでよかった。頼んだけど、いや、あの、なんていうのかな、あんたこんなもんじゃないんだから、あんた頑張れって言うんだよ、何回も言うんだよ。それがこう、ちょっと、なんかね、たまらなくなって、それでこう、酒を浴びるように、飲んだ。あとは覚えてないんだね。あとは覚えてない。覚えてなけりゃ何言ってもいいの？酒もこんな仕事もクソみたいな人生もみんなお母さんのせいだ。しんちゃんは言ったのよ。そんなことは思ってないよ。じゃあ何なのよ。お母さんはどんなこと言われても全部自分が悪いんだって。おかしいとは思ったのよ。あのお母さんが今一人で暮らすのは不安だから、しばらく新田
絶対母さん泣かさないから、お酒も絶対飲まない、約束します。新田さん、時間、仕事大丈夫？あ、たまみごめん、仕事ね、俺仕事行くからね、仕事行くよ。あ、ごめん、母さんに。仕事行ってくる。すみません、朝から皆さんにご心配をおかけして。いいんですよ、私たち、新田ちゃん、新田さんが小学生の時から知ってるから家族同然なんです。私も小さかったからたくさん遊んでもらった。両親を亡くした私は新田さんに救われたんだと思います。さっきたまみさんと話してた新田さん、昔の新田兄ちゃんと同じ顔してました。大丈夫ですよ。ありがとうございます。ここにいれば大丈夫です。たまみさんもここに越してきたらどうですか？部屋いっぱい空いてるし。お姉ちゃん、今はまだ無理。そうだと。でもちょっと待っていただければ大丈夫です。ありがとうございます。私が頑張れ頑張れって言ってたんだけど、新田、今の警備員の仕事楽しんでるんだって。私が勝手にいい大学出たのにって思ってただけだったの。今日もね、もう変わらなくと思ってこうやって帰ってきたんだけど、また同じことを繰り返しそうで。いいのよ、トミさん、大丈夫、生きてりゃなんとかなるから。バカな息子も酒には飲まれるけど仕事には行ってるじゃない。あいつ毎日毎日もがいてるのよ。案外それを楽しんでるんじゃない、バカなりにね。大丈夫、生きてりゃなんとかなるから。ありがとう。あ、ちょっと待って。あなたは一体誰なの？ここに縁があるものですって言ってたわね。あなたの言葉を聞いてると、なんだか豊さんと話してるような気がするの。懐かしい感じがするわ。名前だけでも教えてくれる？ありがとう。トミさんのことずっと見てるから。ありがとう。じゃあ。
ちゃん、今日は静かな夜だね。そうね。今日は坂田のおばちゃんも帰ってきて、死んだ兄ちゃんもお酒飲んでないみたい。おばあちゃんが静かな夜にしてくれたのかもね。そうだね。でも、おばあちゃんはどちらかといえば賑やかだったよ。確かに、こんな綺麗なお月様が出て、トミさんの仕事が休みだったとしてください。月見酒だって言って、ここで賑やかに飲んでるよね。それで、いつもの私たちにかなうものがないの。なんて言ったって、二人は親子にしたんだから。私初めて聞いたとき、酔っ払いのたわごとだって思った。確かに酔っ払ってはいたんだけど、おばあちゃんは？トヨ。坂田のおばちゃんは？トミ。それだからトヨトミって。ね。明るくてちょっとお茶目で、おばあちゃん。おばあちゃんが亡くなってもう15年も経つんだね。おばあちゃん会いたいな。つぼみはおばあちゃんの地下覚えてる？うん、もちろん。あのかわいい猫の地下よね。靴下履いたみたいに足の先だけ綺麗な白で、浜とかだったらわかるんだけど、猫の名前に近くてね。ほんと。私ね、一度だけおばあちゃんに猫の名前になんで近くてつけたのって聞いたことがあるの。それで返事は？ニコって笑ってるだけだった。おばあちゃんが亡くなって私たち二人が残されて、なんとか頑張って生きようって気がついたら地下いなかったよね。そうだった。確かに地下いなくはなったんだけど、おばあちゃんと同じでなんだか地下もいつもすぐそばにいるような感じしない？確かに。そろそろ部屋入ろうか。やっと原稿も送ったし、今夜はしっかり眠ります。おやすみなさい、おばあちゃん。おばあちゃん、おやすみなさい。残金5円だよ、おめえ。今時5円じゃ駄菓子だって買えねえよ。まいったな。きっと、誇りじゃ飯は食えません。支払い期間は令和5年の3月31日。
まだ大丈夫だな。一応調べてみますか、じゃあ。ね。調べる前に。ご縁がありますように。まあね、第私ね、はじめちゃんとの子供ができて幸せだった、うん、でもダメだった、もう産めないって言われて、うん、けどその後はじめちゃんのために頑張ろうと決めたんだけど、それははじめちゃんのためになってなかった、うん、ごめんね、うん、だからそれ持って出て行って、うん、頑張って、うん、じゃあもう明日早いから入るね。待ってよ、これ二人のじゃん。なんで？頑張って人生楽しんでね。ちょっと、まあじゃ待ってよ。ねえ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 、なんでなんでなんで別れんの？まあじゃん、俺まあじゃんなし生きていけないよ。
俺。マーちゃんだったらちゃんと使ってくれたんだ。俺持ってたってこんなもすぐ使っちゃうからさ。玄関の扉の下から入れとくね。もうぐちゃぐちゃになって入んないけど。ごめんね。ごめんね。いい子いないよ、ありがとう。大事にしなさいよ。情けない顔して、ね、私からコンビニ行くけど一緒に行かない？俺も公園しか持ってないよ。大丈夫、任せてくださいよ。ね、行こう、はじめちゃんには悪いけどね、今日私幸せ印 100%。 あ、そうなの、シンタがね、今日ね、仕事ね、人の倍働いてきたんだって。あ、すごいね。ほんでね、この時間までぐっすり眠ってるの、お酒も飲まないで。あ、すごいじゃん。それがすっごく嬉しくって。あ、いい、行こう、コンビニ。もう元気出したってさよ。アイス食べたいんだけど。あ、もういいから、アイスでも何でも食べるからさ。さよ、行こう行こう。辛味。で、分かった分かった。お話も聞いてあげるからさ。ありがとう。
トミさん、タマミさん、この人もう大丈夫だから仲良くやっていきなさい。はじめさん、はい、いい加減男はもう卒業、まこさんのこと、幸せにしてあげて、もう暗い顔して生きてはなんとかなるから大丈夫。生きてはなんとかなるもの、楽しいのも苦しいのも生きている証拠。大切なのは生きること。格好良くても悪くても。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。